問い合わせでやっていきましょうか。そうですね、大体ね、これ食べる感じもないし、6回って言われるとちょっと距離ありますからね。扉にカットって押しつきますわ。ポイグイッと入れていい。まだ取るんだけどね。あ、全部隠さないといけないっていうことは、今回は、まあ、いろいろとね、ちょっと買っても手を返しなくしてね、3色のやつにしました。じゃあ小南わさび全部実は食ったこともあります。あの名義に行くと1個ずつセレクトして選んで自分でパックとかったりとか、あとはあの夕方ぐらいに行くと、まあ、ちょっと売れ残りって言ったらあれかな、で、作って お得なあのミックスセットみたいなのを作ってくれたりするんで、それがねいろいろ食べる人からするとそうやっていろいろセレクトしてもらえると、あ、新しい発見ができるとかっていうんでね、あるんで、私は意外とそういうのを好みますね。あれ分かりますよね、もう絶対同じやつしか食べない。だからあのうちの友達でも回転寿司行ったら本当にあのあれ何だっけ、シーサラダ、シーサラダだけ延々と食べ続けるやつがいますもんね。私はどっちかというといろいろ食べない、まあ、あまり貝類を食べないけどねっていうところですけどね。で、三色寿司ね、夏も楽しめよ。夏してね、日も隠して仕上がっております。いいね、いいね、いいね、これいいね。なんですぐ近くに吉野家とか好き屋があるんで、駅にしなんでね、そこで買ってきてもいいし、あれやったらあの南のとか焼きもありますもんね。ちょっと先行ったらライオン堂まで行ったら、まあ、ちょっと車でちょっと時間かかりますけど、どうせ免疫の方戻ってきますもんね、うん、ありじゃねえかな。いただいていきましょう。
食べ物の方ではありがたいね。で、次はこれ、わさび。普通のがさ、これわさびだよ。どっちかがそれぞれに。どれだけわさびだよ。上にわさびは。ちょうど耳くらいの辛さなんですよ、ちょうど耳くらいさっぱりするしいいんですよね。
ていうところですね。飲食提供ができないんで、スナックを販売やってるんですけど、あの QR コード決済しかできないようになってるんですね。なんでなんやろうなと思ったら、あの別のテナントが入ってやってるって感じになってるんですね。グリコさんの中そういったあのよくあるようなオフィスコンビニのシステム、あれを利用してるんですね。あれ近いような権利を、もうちょっと規模のでかいやつですけど、で、オフィスコンビニの無料上で、そこのところで、委託販売をやってますよと。で、そこの会計にはお店は関与していないので、お店が販売してないから、個室で食べても OK セーフだよねっていう理由ですね。いろいろ考えてますね。まあ、全部、こんなややこしい法律を作ってるのがどうなんやって話なんですけどね。まあ、でも海外だとそもそもこういった営業できないですからね。あの薬物乱用しちゃうんで、うん、その点はまだね、使えるだけあれですよね、と思いますけどね。あ、実際カラオケ屋さんでも一番対策として重要視するのは薬物対策ですからね。そうそう、あのよく若い子はね、あのカップルで部屋借りてカラオケルームもね、鍵がかからんカラオケ屋さんでもね、まあいたしちゃったりすることあるじゃないですか。あれ止めに入るのでね、それで隠したりするので、その学生のそれ対策と思われがちなんですけど、あれ一番の目的はこれなんですよ。これ対策なんですよ。なので、あの必ずスタッフが目が視覚できないようにしないといけないみたいなのがあって、ちゃんと見える状態でないといけないんで、ちゃんとカラオケ利用してるか、カラオケ屋さんの場合ね、カラオケ利用してるかどうかっていうので、結局カラオケ利用せずに、使ってると、厳密に言うとね、ただただお話をしてるだけとか、でも一応 NG にはなるんですよ。まあこうすっげえ細かいことを言いますとね、あの一応ジャスだからお金払わないといけないんでとかっていうのがあったりするんで、カラオケ喫茶はいいんですよ。あの1曲何円ってやるようなところとか、ああいうところは1曲あたりでジャスラックのチャリンチャリンっていうあれなんで、別に歌ったない時間はジャスラックのチャリンチャリンしない分を取ってないでいいんですけど、カラオケルームって歌うこと歌い放題ってなってるところは、あくまでその歌ってる間はチャリンチャリンするんだから、ジャスラックに献上する分、予定の分をうちらは徴収してるってことになっちゃうんですよ。でも、ジャスラックに実際支払うのは、歌われた曲に対するインセンティブ上なんで、だいたいね、1曲あたり1円くらいで言われてます。いいかな、これ言っちゃって。ネットで調べて、それっぽい情報が出てたら出しておきますね。あともう、言うて10年くらいね、現役から退いてるんで、もう多分変わってますよ。変わってると思うんでね、時効です。10年前はね、だいたい1曲1円って言われてました。まあ、これはジャスト、そうした、ね、メーカーさんのね、ところと、人と話すことができたんで、それこそ、
ちゃんとした、ね、方から聞いてるので、まあ、まあ、ほぼ間違いないんですけど、それをこのまま入ってますみたいな形になっちゃうんで、うん。